どうも、キテーマ水泳です。さあ、えー、世界水泳選考会がいよいよ一週間を切りましたけども、今回は世界水泳選考会、一体誰が代表入りするのか、今回は徹底予想をしていこうと思います。今日はバタフライ編でございます。さあ、一体どんなタイムで皆さん来るんでしょうか見ていきましょう。 はい。まずは50メートルバタフライを見ていきましょう。半端の、えー、派遣標準記録は一応なくて、派遣標準3が一応その設定タイムなんですけども、派遣標準3のタイムが50の種目に関してはないんで、一応今回派遣標準2の方で見てます。派遣標準2のタイムが50バッターが23秒19というめちゃくちゃ早いタイムですね。この、えー、派遣標準記録に近いタイムを持ってるのが、まずは水沼選手。 ま、東京オリンピック代表ですね。水沼選手、そして田中優也選手、そして川本選手。この3人が派遣標準に近いタイムを持ってます。で、川本選手に関しては派遣標準記録を割ってます。23秒17。え水沼選手が23秒32。田中選手が23秒21というタイムできてますんで、ここはおそらく、ほんまに誰が派遣標準記録を割るのかという戦いですね。派遣標準を割れば、まあ、あの、出れるんですけども、 川本選手のみが今23秒19を割ってますので本番でも割ってくるのかそして他の選手はベストを出して派遣標準タイムを割れるのかって感じですねはい次は女子の 50m バタフライここに関しては割ってる選手は非常に少ない派遣標準2のタイムが5 25秒66。 なんですけども、現在この派遣標準を割ってるのは池江選手のみでございます。今回エントリータイムに関しては25秒56でございます。まあ池江選手に関してはおそらくこの派遣標準記録を割って代表入りできるんですけども、もう一人、えー、相馬選手。この相馬選手が25秒83でエントリーしてまして、ワンチャンス代表入りって感じですね。まあ代表入りは2人いけますので、 ま、池江選手に含めて、相馬選手がえ25秒66のタイムをこのタイム割れば、代表入りができますね。はい、次は市場田。市場田はね、結構熱いんですよ。てか、いや、多分ね、このバタフライっていう種目が、今、多分この派遣標準、誰が割るのか、誰が上位2名に入るのかっていうのが一番熱い種目です。市場田男子の派遣標準が51秒47なんですけども、 一応、この、今回、派遣標準割りそうなのが、1,2,3,4,5,6名いますね。まずは、松本克弘選手。勝男選手が51秒47でエントリーしてまして、派遣標準ジャストのタイムでエントリーしてます。おそらくこれがベストですね。なので、このタイムジャストでいけば、派遣標準は割れます。はい。そして、水沼選手。水沼選手も51秒03でタイムを割って、エントリーしております。田中優也選手は51秒76。 もうちょっとそして、カ本武タケシ選手、51秒0で、まあ日本記録ですね。日本記録でエントリーしております。石川慎之介選手、51秒8で、田中大輝選手、51秒13と、結構ね、この派遣標準に関しては割ってる選手が多いです。なので、誰が上位2名に入るのか、この勝負ですね。まあ、東京オリンピック代表はカ本選手と水沼選手だったんですけども、 他の選手がどこまで追い上げてこれるのかっていう感じですね。これは本当に楽しみ。はい、次は女子一場女子一場田は57秒79。これが派遣標準記録ですね。このタイムを割ってるのが今、池江選手、57秒77。これでエントリーしてます。で、長谷川選手が57秒49でエントリーしてます。そして牧野選手。牧野選手が57秒45でエントリーしてます。 この3名とも一応エントリータイム調整量ベストは割ってるんですけども、まあ、さっきと同じですね、上位2名に誰が入るのかっていう感じですね。まあ池江選手がおそらくこのタイムよりもエントリータイムよりも早いタイムとかできそうな感じがするんで、まあ一体誰がこの派遣標準記録を割って代表入りするのかっていうのは女子も結構熱いですね。 はい。次は男子2バター。男子2バターが多分一番やばいね。一番激アツやね。えー、っと、割ってる選手はめちゃくちゃいます。まずは、瀬戸選手が1分55秒20。おそらく多分今季のベストかな。で、エントリーしてます。そして、ホムラ選手が55秒68。で、ギリギリ切っててエントリーしてます。で、寺田選手も55秒86。もうちょっと。 本田選手が53秒73の、もうダントツの一番早いタイムでエントリーしてます。で、森本選手、森本哲平選手が55秒8に IS l 出てました。田中大輝選手、1分54秒55でエントリー。で、坂井選手は1分59秒でエントリーしてますけども、まあ、もともとの、まあ、ベストタイムはこのタイムを割ってるタイムを持ってるんで、まあ、いいタイムで来るとは思うんですが、わかんないですね。で、おそらく本田選手がもう100万%、 あの、1位で帰ってきて、あの、入ってくると思うんで、そのもう一つの枠を誰が来るのかっていうのを多分競う感じですね。まあ、もともと持ってるタイムで行くと瀬戸選手が行くんですけども、まあ、今季瀬戸選手は2バッターは調水であんまりいいタイム出てないんで、他の選手がもしかすると瀬戸選手を追い込んで、まあ、代表入りするっていう可能性が全然ありますね。 はい、次は女子2バタ女子2バタの方がね熱いね女子2バタの方が派遣標準切ってる人多いんですよまず長谷川選手が5秒62三井選手が9秒17山岸琴美選手7秒92林選手6秒78内田選手8秒89で牧野選手7秒88と 1,2,3,4,5,6名が今エントリーの段階で派遣標準記録を割ってます。これは熱いよね。まあ、長谷川選手も今期あんまりね、調子良さそうじゃないので、あの、確実に、あの、持ってるタイムは一番早いんですけども、まあ、安心できるところにはいないので、一体誰が来るのかって感じですね。まあ、学生がね、本当に若い子たちが今、ニバタは強いんですよ。 コンスタントにいいタイムで出せる強さを持ってるんで、まあ若手がね、ここでベテラン選手を倒して代表入りしたら面白いなぁと思ってますね。まあ山岸選手、林選手あたりが長谷川選手を倒す可能性があるなぁと思って僕は見ていますけども、長谷川選手もベテラン選手の維持で代表入りしてきたらいいなと僕は思ってます。だから本当にね、 バッタは熱いんですよ。他の種目に関しては結構派遣標準切ってへん選手とか多かったり、派遣標準切ってる人が一人とかいう種目もあるんですけども、この2バタに関しては男子も女子も派遣標準切ってる選手とか、切りそうな選手がめちゃくちゃ多い。だから本当にね、あのー、選考会はバタフライを見るのが多分一番おもろいと僕は思います。はい、今回は以上になるんですけども、 いや、本当にね、今日言った選手、今日あげた選手以外がベストを出して、派遣標準を切って、まあ代表入りするパターンも全然あるんで、それがね、あったら本当にね、ジャイアントキリング、超面白いね。なので、ね、今日あげた選手だけが注目選手ではないんですが、選考会当日はぜひ、あの今日の動画見たことを思い出して、ちょっと見てみてください。絶対に面白いです。はい、明日は背泳ぎ編でございます。ぜひ見てください。今回以上です。